はい、今回は、この前、行われました、LG 杯の決勝で、パク・ジョンファン九段に勝たれました新人賞九段の一局を紹介したいと思います。はい、二十歳かと、ね、思ったらまだ19歳だったみたいですね。はい、お相手はチョウ・ヘヨン、九段です。はい、はい、新人賞さんは、ね、まだ連勝が続いていましてね、1連勝か2連勝ぐらいしてますね。はい。どこまで勝ち上がるかね。はい。それも注目です。はい。世界チャンピオンになった、初のね、なってからは初の、これが対局だったと思います。この変化もたまに見られる変化ですね。はい。なかなかね、最近では序盤とかでは、工夫をね、AI の影響でね、工夫を出すのが難しくなってきましたけど、はい。やっぱりその中でも、もうめちゃくちゃ勝ちまくってるっていうのはね、やっぱり何か違うかもしれませんね。この時にここに打ち込んだんですよね。これは、発想にない手なんですけどね。硬いところですから、まあ、普通はまあ守るとかが普通に見えますけどね。そうすると飛ぶんでしょうか。まあまあ、でもこれでね、一局だと思うんですけどね。 この打ち込んだ手はすごいですよね。当然飛びます。しかもここがもうね、亀の子で抜いてますから、白としてはあんまり戦いたくないっていうのが普通の、発想に見えるんですけどね。 まあ、これは市長の逃げ出しを見て、ここも、ちょっと難しいところでね、こちらの方からさばきたくもなる気もするんですけど、まあ、実戦は飛びましたね。で、ここでこのようにね、打つ形もあるんですよね。もし抑えたら、こう当たりを決まって、こうやって。これは、白がいい、まあ、一応いいとされてますから、まあ、こういうような進行になってね、また難しいことになるんでしょうけど、実戦はこちらにつけましたね。それから跳ねと。これはまた、こういう変化もね、あるんですかね。そうですね、これは、実戦はこう打ちましたか。なかなかこう取りに行くのは、今ここがありますからね、なかなか取りにはいけないと。この時にこう行きましたか。今度ここの辺りを狙ってます。そうですね、ここに1着入れなきゃいけなかったっていうのもちょっと辛いですね。こうなってもね、ちょっと、攻められそうな石がね、両方つながって。これは一気に白が良くなった
感じでしょうかね。ここ二段バネして、これはまあ別行動で生きようっていうことですね。はい、こうやって生きてしまえば、いいということですね。黒はあんまり得してない感じがします。ここも上手につながって、これも紛れるところがなさそうでね、すんなり勝ちそうですね。はい、はい、ここまで打たれて、白の中央し勝ちという、結果でした。はい、そうですね、この後は この、気づかない打ち込みからね、堂々としのぎまして、一気に優勢になりましたね。ここの折衝、白がポイントを上げて、このツケから2段する手もね、かっこいいですね。ここは本局の、ポイントで、一気にね、一気に白が優勢になったんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、そうですね、ここにつける手段も面白いのかもしれませんね。はい、ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは、失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。